はい、こんにちは、コンティニューです。それではオリックス戦をやっていきましょう。前回はね、巨人に負けたので悔しい試合になってしまった。この悔しさをね、オリックス戦にぶつけていきたいと思います。さあ、調子の悪い選手が今回もかなり目立つので、変えていきますね。やっぱりね、調子も大事かなっていうのはね、最近考えるんですよ。でもショートがいないんで、この状態でいきましょう。まあ大丈夫でしょう。これでいきましょう。さあ、先発はマキちゃん。スタミナがないですね。ここはのぞみちゃんでしょうね。はい、ではこれでやっていきましょう。東京ドームです。高校チーム対オリックスバファローズセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発はルーキーの東條、対するバファローズの先発は右のニクソン。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは大城。背番号10、投げました、引っ張った、はぶねー、3度目入りました、ファール。第5球投げました、得意のストレート、空振り三振、素晴らしい。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げました、ストレート、外れてフォアボール。登場、ストレートのフォアボールを与えます。あっと引っ掛けた、セカンド後方だ、黒沢バックしていった、余裕があります。取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナースタートを切った、三振、オッケー。登場、まずまずの立ち上がりです。高校チーム1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはニコ。さあ、5球目打ちました、センターへ持っていった、ナイスバッティング。ニコ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、結局おっしゃ、いいよ。バッターは3番松浦。第5球投げました、やった、痛烈な当たり、素晴らしい。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。高校チーム、まずは初回先制、こうあるべきですね。やっぱりツーベースヒット、高校チームなおもチャンスが続きます。バッターは4番後半、次は5球目、外のボール引っ掛けた、前進守備のサードの上、三塁キャンパス手前、取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。もう1点欲しい場面ですけどね。第4球を投げた、三振、マジか。バッターは6番黒沢。第3球はうわ、セカンド左横のフライになりました、セカンドは落下点に入りました。取って、これで3アウトチェンジ。1回が終了しまして1対0、高校チーム先制点を挙げています。2回の表、1点を追いかけます、バファローズの攻撃。この回の先頭バッターはマレール。第5球投げた、打った、ショート真正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者 T 岡田。投げた、打ちました、ショート真正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番武田。第3球これは引っ掛けた、黒沢交代、落下点に入った、取りました、オッケー。これで3アウト、登場3人でピシャリと抑えています。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは高見。第5球投げた、打ちました、三遊間、ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト。前回ですね、あまりお話ができませんでしたので、ちょっと今回はいろいろとお話をしていきたいと思います。投げた、インコース高め、空振り三振。最近のスポーツニュースのね、一面を飾ると言いますか、もうかなりスポーツ新聞やニュースでね、大谷選手の活躍がかなり取り沙汰されて、ピッチャーとしては12三振を取って、バッターとしては3試合連続ホームランというね、素晴らしい。投げました、打ちました、いい当たり、わーっと
活躍を見せてくれてる大谷選手なんですけど、あのホームランを打った時にあのみんながね相手こう無視するっていう動画がめっちゃやっぱ大谷選手まだ若いので可愛らしさがあってよかったなと思いました、ね、いやこれは人気出るなという印象でしたよ本当に。登場ワンアウト2塁のピンチでした。でも本当アメリカで、まあ、最初の方なのでそこまで研究はされてないっていうのもあるんですけど、それにしてもねあれだけ二刀流が通用するというのはね素晴らしいですよね。そう思うと日本人プロ野球選手も大谷選手からよく勝ってたなと、よく打ってたなっていうのも思いますよね。日本人だけのチームをアメリカで1チーム作ったら全然勝てるんじゃないかなっていうのも思うんですよね。第1打席はセカンドフライにアウトコース高め見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール、投げました打ちました、ボテボテの当たりはサードゴロ、そして2塁フォースアウト、アウト。プロ野球の方もね順位が、まあ、最初の方なんであれなんですけど面白いですね。1塁送球、ヤクルトが広島と次いで1位という、ここまできっちり1安のピッチングが続いています。いやヤクルトがですね1位に最近絶好調で、投げた打った、俺の予想も当たるんじゃないかなと期待してます。掴みました、ヤクルトは好きな球団なのでですね、右バッターボックスは渡辺、 A クラスにまた復帰してほしいんですけど、川端選手の頭部へのデッドボールがあったのでね、これで2アウト、ランナーありません。心配なところですね、そこが。第1打席は内野フライに倒れています、打ちました、これは内野ゴロ、大城ボールを取る、アウト、3アウト、チェンジ、めちゃめちゃ打ち取られてる。高校チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の表、いやそれにしても最近あったかくなったり寒くなったりが激しいんで、先頭バッターは指名打者P岡田、皆さんもね体調崩してるんじゃないかなと思うんですけど、これでワンアウト、ランナー、これからはねあったかくなっていく一方なんでね、キャンプシーズンの到来ですよ。冬は冬で素晴らしいんですけど、やっぱりねあったかくなるとみんながキャンプしやすくなる時期なので、クリーンヒット、ぜひねこの機会にキャンプをね始めてみてほしいですね。まあキャンプじゃなくてもね、本当ピクニックみたいな感じで、高校チーム本当ピクニックの延長線上みたいな感覚ですので、さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。キャンプをね楽しんでいただければなと思うんですけど、これはやられた、高校チーム追いつかれました、1対1。まあまだ同点ですから、打順は1番に帰って大城、ここまで2三振といいところがありません。オッケー、空振り三振、なんとかしのぎました。5回の表が終わって1対1、東条とうとう打たれてしまいました。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは高見、さあちかちゃん、バッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第3球は翼さん、さあこれはいい当たりだ、長打コースになる。さあこの辺りで点数を取り返しておきたい場面ですよ。バッターは9番黒沢、高校チーム1打勝ち越しの場面。さあ集中してこの対戦に挑みます。集中してきた、投げた、打った、センターへの打球、ケイ。さあここがいいバッティングを見せました。これからが問題ですね、リコちゃん。手腕の見せ所、さあこれで有名なスクイズをするか引っ張るか。第1球ランナースタート、いきなりスクイズ、有名なスクイズをしてしまった。自分の塁に戻ります。引っ張りだったか、やっぱり代打は小島に変わりまして、第4球を裏の裏を変えてくるかなと思ったんですけどね。ファースト左へのゴロ、オハそのままベースを踏んで、単純な思考回路でした。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、流し打ち、黒沢ダイレクトボールを掴んでアウト、ツーアウト。あ、しまった、ロメロじゃん、打ちました、ショート左横の頃、今のホームラン打たれてもおかしくないと思う。スリーアウトチェンジ、高校チーム後半戦幸先の良いスタートを切りました。2
高校チーム、この回は上位打線から始まります。トップバッターは津島、今日はフォアボールと三振。投げました、打ちました、内野ゴロ、島田掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番松井。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、オッケー。ボールは中継、松浦ナイスバッティングです。次が4球目、投げました、内角低め外れてフォアボール。ディクソン、ストレートのフォアボールを与えます。くそ、次の球がラストボール、結局外れてフォアボール。よく選びました。少し変えないんですね。じゃあいただきます。勝負に出ました。いただきましょう、このチャンス。第4球を投げた、打った、これはダイヤさん、勝ち越した。打球はそのレフト、見送った、ホームラン。今シーズン第3号満塁ホームラン。素晴らしい。ツーシームを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。疲れてましたからね。バッターは7番高見、今日はショートゴロとショートライナー。投げた、打ちました、オッケー。ライト前ヒット、高見いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは切り札キラ。さあ6球目、低めいっぱい、見逃し三振。バッターは9番黒沢、今日3打席目、次がラストボール。一塁ランナー自動的に当たり、センター前クリーンヒット、黒沢ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。打撃が爆発。第4球を投げて、見逃しの三振。東京ドームからお送りしております。高校チーム対オリックスバファローズ、ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはマレール。さあのぞみちゃんも疲れてるので変えましょう。高校チームピッチャーを交代します。やべえ、投げた、インコース引っ張った、ボールはレフトへ飛んで、追いついた、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の T、 読まれますね。今日はショートゴロと直球、外れた、フォアボール。バッターは7番武田、今日はサードフライとショートゴロ、打ちました、小原下がっていった、よし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 、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁。なんと試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。打ったい当たりだ、三遊間ライナーで破った、レフト前クリーンヒット、二塁はセーフ。島田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。アウトコース高め、ナイスピッチ。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッター低め、ボール球打った、抜けた。あとあのプロ野球の話に戻るんですけど、ナイスバッティングです。パリーグの方はね、バッターは3番セーブが無傷の8連勝でぶっちぎりの1位ですからね。2位に 3.5 ゲーム差をつけて、いやーやばいですよ。第3球を投げました、うわーまるちゃん、これはやばい、特大ホームラン、スリーランホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ、フォークを完璧に捉えました。素晴らしい一発が出ました。素晴らしい一発。じゃあ後ろに見えるヨハネちゃんがめっちゃ面白いですね。おーノービー防災から100万円が送られますよ。ここで引っ張れれば先発全員安打達成です。さあヨちゃん打ってくれ、ストレート、マジかー、先発全員安打してほしかった。第5球投げました、打った、島田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。黒沢いい当たりでしたが、2位のね、っています。これで日本ハムも開幕3連敗でしたっけからの5連勝でしょう。吉田降板、やばいっすよね。今日はここまで3打数1安打、直球、ホークスは相変わらずスタートはスローペースなんで間違えたし、対決に集中します。なんで俺セーフティーバント、おお意外といいの、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、全然じゃねえか。7回までが終了しまして8対1、やっぱペナントレース面白くなってきてますね。投球は3球目、投げました、
打ちました。フラフラッと上がった。やっぱり解説者の方が上位に選んでる DeNA や楽天が今5位なので、まあ去年のね疲れが出てるのかなと思いますね。この2チームはピッチャー返し抜けた。ボールは中継、小島いいバッティングを DeNA は日本シリーズも勝ってるんで、さらに伸びていく。セコムしてねえよ。いや綺麗にホームラン打たれた。バッターは4番ロメル。やられましたね。見逃しの三振。バッターは5番。バレちゃいましたか。今日はここまで3打数ノーヒット。第3球を。投手陣がかなり疲れてますね。てかうちのチームは体力が少ない。黒沢余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって8対3。さあここは守備を変えてくるようです。高校チームこの回1番からの高打順になります。先頭バッターはリコ。投げた、流し打ち。素晴らしい。ああ伸びすぎたか。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番津島。今日5度目のバッターボックス。投げた、打ちました、引っ掛けた、当たり損ない。小島取った、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番松浦。今日は3安打猛打賞。打った、グリビーボールを取り一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。高校チーム三者凡退に倒れました。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは DH の T 岡田。最後は羽根さんですね。第3球は打ちました。打球はサード後方、黒沢交代。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは中島。第4球を投げた、打ちました、いい当たり。センター前ヒット、クリーンヒットです。中島ナイスバッティングです。バッターは8番島田。次は4球目、投げました、マジか。低め外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。第5球投げました、ボール。うわー、これで塁が埋まりました。打順はトップに帰ってグリビー。さあここで監督は勝負に出ました。さあここで勝負に出ました。次は5球目、投げました、打ちました、あっと取れない。うわー抜かれた。三塁ランナーホームイン。マジか。点差を4点に縮めました。さあワンアウト満塁という場面で伊藤。さあ集中してこの対戦に挑みます。第4球を投げました、打った、抜けた、ホームイン。バファロー地面に詰められてる。先ほどツーランホームやばいですね。こんなに打たれるとエリちゃんや。3点差。高校チームピッチャーを交代します。小泉降板。マウンドに上がったのはエリ。さあここは投手に葉っぱをかけます。三振取るかゲッツーを取るか。第4球は変化球。うわー、やっぱり見られたか。今日2三振のロメロ。さあこの対決に集中します。三振を取りに行くか。第6球を投げました、ストレート。オッケー、見逃し三振。右のバッターボックスは5番マレーロ。これが5度目のバッターボックス。さあ5球は5球目。うわー、うそことある。セコムしてなかったからや。マジか。投球はこれから3球目、打ちました、抜けた。うわ、やばい。 T 岡田いいバッティングを見せました。ピッチャーがいない。
だからこそここでエリちゃんには抑えてほしい。第4球を投げた、ナックル外れた、フォアボール、エリストレートのフォアボールを与えます。高校チーム、ここはバントシフトを敷きます。よかった、危ねえ。高めの変化球でスイング、7点って。9回の金田降板、そしてマウンド上はクローザーヘルメン。やべえ、2点を追いかけます。連敗は嫌だ。攻撃に入ります。この回のトップバッターは小原、今日3打点を挙げています。これは外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。うわー、そうか、スモールベースボール無駄に使ったんだ、もったいね。第4球を投げた、145キロ速球、空振り三振。バッターは6番黒沢、今日4打点を挙げています。くそー。第5球投げた、アウトコース低め、空振り三振。最後は146キロストレート。代打はコンティ。第4球を投げた、打ちました、よし、抜いていった、いいぞ。ボールは中継、コンティナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。チャンスに強いですからね、翼さんは。次が4球目、投げた、あっと引っ掛けた。うわー、ファルナレ、ファルナレ、くっそ。ヘルメン取ってアウト、試合終了。うわー、まずか、2点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは吉田、今日3打点を挙げる活躍を見せました。いやー、ホームランでしょ、そこは。ダイヤさん、うわー、マジか、怪我したからか。あー、ということでね、負けてしまいましたね。しかも怪我したダイヤさん、コロちゃんがサードができるけど、太郎くんかな。うわー、マジか、痛え。足が B から C になったのもまた痛い。いやー、これきついぞ。育ってくるとリアちゃんがまあ先発でしょうね。一応どうなるのかだけ見てみて、やっぱりリアちゃんが入ってくれますね。うわ、サヨナラ勝ちだ。リコちゃんのホームランかな。リコちゃんのホームランですね。見たかった。やばいっすね、これは。うわ、これはマジでやばい。どうしよう。緊急事態ですね。
るたびに怪我するとかはないよね、さすがに。うわ、負けたのか。おお、スタミナが上がってくる。いやー、ということでね、3位まで3連敗。あ、2回目勝ったので、勝ったか。あ、でも巨人に2連敗。いや、巨人とよっか。はい、ということで、いやー、やばい、ピンチを迎えての、タイガースとの一戦となります。これちょっとまずいですね。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。コンティニューでした。